その歩みは日本の近代工業の夜明けとともに始まった。1881年、その第一歩を踏み出した日立造船は、今積み重ねてきた100年の歴史と築き上げてきた技術を結集し、船舶、陸上機械、海洋構造物と多彩な分野で世界の国々の豊かな国づくりに参加し、そしてさらに新しい世紀への力強い歩みを続けている。アフリカの北部、地中海に面したチュニジア共和国、その美しい首都チュニスの町。そこからおよそ450キロ離れたオアシスの町ガベス。この静かな町に今日本の柔道の心と技が伝えられている。柔道を教える日本人、日立造船の技術者たちである。忙しい仕事の中の余暇を見て、現地の人々と心の交流を図っている日立造船の技術者たち。この技術者たちはチュニジアの農業振興の一翼を担う肥料プラントの建設に参加し、その熟練した技術を携え、600人の現地の人々と手を取り合って工事を進めているのである。その建設工事は設計からプラント機器の生産、据え付け、そして運転の指導までの一貫した施工システムのもとに進められている。工事を開始してから2年半、見事に完成した日産900トンリン酸プラントと3000トンの硫酸プラント、その試運転も順調に完了し、観光式には大統領や首相が列席され、称賛の言葉が与えられた。さらに中東のサウジアラビアやオマーンでは、増水プラントが次々と完成した。面積は日本の半分、人口およそ90万、石油の国オマーン。この国の水電力省向け増水プラント、海水を汲み上げエバポレーターで蒸留して貴重な真水を作る増水プラント、日産およそ3万トン。順調に生産を続けるこのプラントは、オマーンの人々の生活を潤し、工業化推進に大きな力となるだろう。
こうして今、世界の各地で国家的なプロジェクトに参加している国際総合企業日立造船、東京、大阪を中心に各地に支社営業所を設け、さらに日立造船グループ67の関係会社と協力して観光庁や民間会社へその技術と製品を送り出し、高い信頼を得ている。この高い信頼性を作るのは6つの工場群である。大阪港、日立造船の誕生の地に近い桜島工場、B&W 型のディーゼルエンジン、生産累計1000万馬力の大半を製作したこの工場は、陸上機械製品の主力工場として、この他にも数々の産業機械、プラント、鉄鋼構造物を世に送り出している。海洋構造物と修繕船の大阪工場、造船、機械、プラント、そして鉄鋼構造物の広島工場、各種船舶の修繕改造とプラントの製作にあたる神奈川工場、艦艇を主力に制御機器や熱交換器、加熱炉などの舞鶴工場、そしてこのような多彩な技術を結集した最新鋭の有明工場、超大型のドックやクレーン、1万トンプレスや大型小ドンロなどを設置し、造船、陸上機械、海洋構造物のいずれの分野でも、どのようなビッグプロジェクトの需要にも応えることができる。美しい自然と科学との調和という課題にも十分に応えたこの工場は、コンピューター利用の総合的なシステムと CAD や CAM に関連するソフトウェア技術を駆使し、生産の一層の自動化と省力化が進められている。その一つ、排キャスシステムによる自動ガス切断、このような技術開発はメカトロニクスを徹底させた未来の工場への歩みであり、やがては総合重工業での無人化工場の夢を実現させる技術である。この活動的な生産技術に支えられた高い信頼性、その基盤には緊密な労使の協力体制と100万人の経営と呼ばれる独自の経営理念がある。すなわち、職員の一人一人が積極的に企業経営に参加し、意見を述べ、責任を持ち、そして客先をはじめ企業に関係するあらゆる人々との深い絆を作り上げるとともに、手を携えて新しい世紀を開こうとしている。この人間尊重の経営の中から生まれる多彩な製品群、陸上機械部門は化学、パルプ、食品などのプラント、製鉄、プレス、エンジンなどの産業機械や動力エネルギーシステム、そして鉄鋼構造物など多彩である。工業の近代化を目指すプラントの技術、これはその一つ、フィリピンに建設された砂糖プラントである。サトウキビの糖分を効率よく取り出す
デフューザーやエバポレーターなど近代的な設備。日立造船はフィリピン各地に8カ所の砂糖工場を建設したほか、ビルマ、マレーシア、ベネズエラなどにも建設し、その実績が多い。サンバとコーヒーの国、ブラジル。明るく陽気なブラジルの人々。太陽のあふれるこの国はまた南アメリカ随一の工業国である。かつての農業国からその豊富な資源を生かし、近代工業国へと飛躍するブラジル。そのブラジルの人々と共に、日立造船もまた明日のブラジルを考える。そして推定埋蔵量300億トンといわれる豊富な鉄鋼資源を生かし、新しい製鉄の国づくりを始めたこの国で、日立造船はその技術で協力しているのである。例えばスバロン製鉄所の建設とともに進められているシンタープラントの建設、その焼結面積440平方メートル、南北アメリカ大陸の中では最大のプラントである。このプラントは鉄鉱石と石灰石を連続的に焼き固め、高品質の焼結鋼を作る設備である。ここサンパウロに近いコジッパ製鉄所では、すでに新しいシンタープラントが完成し、その運転が開始された。生成された焼結鋼が効率よく大量に生産され、航路に送られていく。これはニブラスコ社で活躍しているペレタイジングプラント。今まで利用価値の少なかった粉状の鉄鉱石から年間600万トンもの良質のペレットを生産している。ウジミナス製鉄所、粗鋼生産量350万トン。現在ブラジル第一のこの製鉄所にも、生産の合理化を担う巨大な設備がある。すでに日本の製鉄業界で画期的な役割を果たしている連続鋳造設備である。自動化され合理化されたスラブ連続鋳造設備、ここに設置された3基の設備が高い生産性で年間210万トンもの高品質の製品を作り出している。各種の製鉄機械によって生産される鉄鋼、その鉄鋼を加工する技術もまた活躍している。巨大なインゴットを操作する160メートルトンマニプレーター、そしてそのインゴットを鍛錬する6000トンプレス。このように
今ブラジルの各地で活躍している製鉄機械、炭圧機械はブラジルの工業を一層高度化し、この国の豊かな未来を作り出すことだろう。発展途上国で、資源保有国で、そして日本をはじめ工業先進国で活躍し、世界の国々をつなぐ技術の架け橋。そこには常に新しい創意が加えられる。メカトロニクス時代といわれる現代、その先駆けとなった技術の一つに三次元トランスファープレスがある。メカニズムにエレクトロニクスの技術を結びつけたこのプレスは、ラインプレス数台分の作業を一台に集約し、立体的な動きで効率よく加工していく。そして自動車メーカーの生産性を高め、工場スペースの減少、さらに安全・省力化をも実現した。このメカトロニクスを推進する制御機器、日立造船は自社製品に対する高度な利用はもとより、単体としてもその生産販売体制を確立した。全国の主要都市に建設されたデロール式都市ごみ焼却施設は、燃焼効率と耐久性に優れ、清潔な清掃工場として活躍している。そして再び見直されている石炭の利用、石炭炊きボイラーは各種産業の自家発電用としても注目を集め、ディーゼル、ガスタービンなどとともに発電動力エネルギー部門の主力機種である。さらに瓶詰め機、缶詰め機のような食品機械に至るまで、陸上機械部門の技術は多彩に広がる。この広がる技術の基本、その一つに100年の伝統を誇る造船技術がある。世界の海を、世界の人々を、世界の産業と暮らしを結ぶ船舶。世界のリーダーである日本造船界の中にあって、日立造船は一般商船から特殊船まで、ありとあらゆる船を作ってきた。そして舶用エンジンにおいても、ここに世界最大の 47,520 馬力の省エネルギー型エンジンを完成させたのである。このHZノズルも推進効率を高める優れた省エネ対策のアイデアの一つである。一方、超自動化船への飽くなき追求も続けられている。人工衛星や地上局からの電波をキャッチして、常に船の位置を確かめながら自動的に予定航路を操船する自動航行システム、トランスラインマーク2もその一つである。
このような船舶技術の集約とも言うべき護衛艦などの艦艇、日立造船は防衛産業の分野でも高い評価を得ている。そしてまた各種船舶の修繕改造の分野でも世界で最も豊富なノウハウを持ち、修繕の日立造船としても知られている。こうして今琵琶湖の湖上に美しい姿を浮かべる外輪観光船ミシガンからエッソパシフィックのような50万トンタンカーまで、日立造船の各種船舶は世界中で活躍している。早くから国際化を果たした日立造船は、国家間の経済委員会や国際会議で重要なメンバーとして活躍するとともに、営業活動や現地工事、技術協力に多数の職員を海外に派遣してきた。世界のビジネスの中心地、ニューヨーク。この活動的な街で世界の人々とコンタクトする日立造船 USA 本社。ここでは幅広い営業活動はもとより、客先のプロジェクトが必要とする最適の資材や機器類、あるいは国際金融についての情報を収集し、資金調達を行うなど多角的な活動を行っている。東南アジアの国際都市シンガポール。ここには東南アジア各国へのエンジニアリングサービスを行う日立造船エンジニアリングシンガポール社と、創立以来すでに十数年になる合弁会社日立造船ロビンドックヤード社がある。シンガポールの一流企業として活躍している日立造船ロビンドックヤード社は、今国際航路の要衝で往来する数多くの船舶の修繕メンテナンスの重要な機能を果たしている。日立造船はこのほかオーストラリア、ブルガリアなどの造船所へ技術協力を行い、国際交流の輪を広げてきた。こうして今日立造船は西ドイツのデュッセルドルフに、ノルウェーの首都オスロに、北京に、ロンドンに、ギリシャの港町ピレウスに、香港に、シンガポールに、ニューヨーク、ヒューストンに、そしてリオデジャネイロやブラジルの現地合弁会社など、国際的なネットワークを形成している。国際的な場で活躍する日立造船は、今その技術を広大な海洋に向ける。海洋構造物である。オイルリグ、プラントバージ、海中展望塔など、地球の 70% を占める広大な海洋の資源開発と海洋スペースの活用を目指し、海と陸の技術を集約し、新しい技術の開発が続けられている。未来豊かな海洋への限りない挑戦は、ここに新しいシステムとしてモジュール工法を作り出した。地上に建設されるプラントモジュール、海上に構築されるデッキモジュール、工場でプラントの大ユニットを建造し現地で組み上げるこの工法は、特に産業基盤が未発達の地域や海上にでも容易に確実な工事が施工できる。今大阪工場の岸壁から
48個のブロックに組み立てられた合計9000トンのデッキモジュールがインド洋に向けて運ばれていく。そしてそれがボンベイの沖合はるか160キロメートルのモンスーンの洋上で、難航時にもかかわらず短期間で組み上げられ、海上の石油生産プラントとしてその活動を始めた。海底油田からの日産18万バーレルの原油を油とガスに分離し、海底パイプラインで陸上に送るのである。このモジュール工法はプラントのユニットであるデッキモジュールの組み合わせ、そして居住空間となるアコモデーションプラットフォームなどで、いつでもどこでも石油生産プラントとそこに働く人たちの居住施設を容易に作り上げることができるシステムである。海洋に挑む技術は今までにも独創的な製品を送り出してきた。造水大船、発電台船、プラントバージと呼ばれるこれらの台船は海岸に容易に接岸でき、また他の場所に移動できるプラントである。海底油田に挑むジャッキアップ式オイルリグ、世界の各地で活躍するその実績の上に立って、さらにまた開発が続けられた。より深い海底油田に挑む半潜水式のリグ、あらゆる条件を設定して厳しい実験が繰り返される。深海の油田に挑むセミサブリグ、それは激しい風波や厳しい自然条件に耐える安全な設計と優れた建造技術によって構築された鋼鉄の島である。その技術は北極海で活躍する氷海リグの開発にも向けられ、それが現実の姿を表す日も近いのである。その第一歩を踏み出してから104年、日立造船は技術を育み積み上げてきた。そしてさらに未来を見つめ、明日の研究テーマに挑み技術開発を続けている。例えば動植物資源の高度な有効利用として注目を集めているバイオマス、再びその価値が見直されている石炭や火力、地熱、原子力などの新エネルギー関連技術、考える機械、頭脳を持った生産設備、メカトロニクスの追求、このメカニズムとエレクトロニクスの結合は工場などの機構の合理化を図り、未来の生産システムを作り上げる技術である。海に陸に多彩な製品で世界の繁栄に貢献してきた国際総合企業日立造船は、ユーザーの信頼を得る喜びを職員一人一人が生きがい、働きがいと感じ、
その喜びがさらに新しい技術を生み、世界の人々と手を携えて、新しい世紀の輝ける未来を見つめ、着実な歩みを続けていく。